最初はグーじゃんけんはい、あー勝ったー、負けたー。ちょっと待って、2人とも何やってんの？じゃんけんだけど。まだじゃんけんやってんの？まだじゃんけん。ここに何がある？ひき肉じゃんけんでしょ。ひき肉じゃんけん、マモクッキング。あつとちおちです。りっちゃんです。パッパラパッピーなっちゃんです。はい、ということで今回ですね、ひき肉じゃんけんに欠かせないこちらのひき肉を使って巨大ひき肉を作っていきたいと思います。イエーイ。ひき肉じゃんけんって何？それでは早速材料はこちら。ひき肉、パン粉、牛乳、卵、玉ねぎ、チーズ、以上です。はい、ではまず玉ねぎを切っていきます。あー、泳ぐぞ。でてて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 、美味しそうですね。オッケー。はい、そしたらこちらをしなしなになるまでレンジでチンします。はい、そしたらじゃあボウルの中に材料を入れていきます。入れます。パー、どんどんいくよ。パードワ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 ー、ハー、ドワー、ヘイ、いいよ、ドワー。で、もみもみしています。卵入れます。ドッシャーン、ドッシュー、うまそう。うまそう。なんかもうこのまま食べたいね。塩コショウくれ。玉ねぎ投入。玉ねぎ投入。投入。パン粉入れたいです、てんてーって言ってみ。入れたいです、てんてい。よーし、わかったぞ。てんてい、今日もよろしくお願いしますって。よっち、てんてい、今日もよろしくお願いします。わかったぞ。ちょっと今、わかったよってわかったぞと。じゃあ、できた、種ができたので、はい、鉄板に、鉄板の上で成形していきましょう。はーい、乗せていこう。よっちょーん、なんだったこれは。じゃあ、今回はチーズウィンハンバーグにしたいので、こちらのチーズを中に入れてきます。うわ、全部入れる、すごい贅沢。うまそう。かぶせてこう、かぶせてこう。あ、で、待って、マジでうまそうなんだけどね。おいしそう。でかいよ、でかいよこれ。食べれるこれ。これやべえもん作ってる。やべえもん作ってる。オッケー。完成。よし、じゃあこれをコンロで焼いていきます。はい。火が通るかがね、不安すぎですね。じゃあ点火。かぶせましょう。じゃあ、焼けの待ちまーす。はい、完成。でかーい。まあ、ちょっとね、焼き返すときに若干そうそうだ、ね、若干崩れちゃったけど、めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。うん、で、見て、えじゃーん、どうやー、何それ。目玉焼き、でっか、大きいかと思った。すごいね、え、すごくない。せっかくだからそれも押せようか。もう崩れるの嫌だ。あー、すごい。食べよう、食べよう。いただきます。すごい、すごい、もう肉の塊だね。いただきます。いただきます。おお、おいしい。うまっ、うまっ。え、そんなにより前だ。うまいぞ。おいしい。おいしい。え、もっと肉の塊的なものをイメージしたけど、ちゃんと柔らかくない？全然パサパサしてない。絶対いいんだ。柔らかね。え、うまい。うまいね。え、うまい。分量結構適当だったのね。うん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 、うまい。いいな。うまい、やばい、うまい、やばい、うまい、やばい、うん、やばい。意味美味しいから、うん、食べて、うん、もう贅沢だったら。確かにね。おいしい。君食べて。君は君のものさ。これいつ苦しくなるかな。そんなことないやん。そんなのなるわけないじゃん、ハンバーグだから。ちょっとプリプリしてない？うーん、味が結構だいぶ美味しく買ってくるか。じゃあ、ひき肉じゃんけんする？いくよ。ひき肉じゃんけん、じゃんけんぽい、ドン、やだー、じゃんけんぽい、よっしゃー。いやー、うん、何だ今どれぐらい？6。なっちゃんは？まあね、2ぐらい。え、全然食べてないでしょ。絶対そうだ。食べてて、一人で。ほんと？いけそう、これ全部。うん、絶対思ってないよ、それ。余裕だよ、これ。え、これ余裕だよ。いや、絶対嘘ついてるね、それ。笑っちゃってるもん、もう。
いや、ちょっと、あれちょっと無理じゃねって、ちょっと思ってるでしょ。うんうん、いただきます。おててのシワとシワを合わせて幸せ。おててのふしとふし合わせて不幸せ。やめてよ。うん、手殺し。うん、手殺しパワーすごい。うん、すごい来てる。すごい来てる。まだ限界いってないんだけど、もうけど自分のその残りのあれとなんかこのこれの大きさを比較して、もうなんかちょっと、うん、ビッ、はい、ちょっと今ね、3人で話し合った結果、はい、今無理してね、これを全部食べきるのではなく、オフィスに持って帰ってみんなで食べた方がより多くの人が幸せになれるんじゃないかという結論になりました。はい、ということで、ごちそうさまでした。今度はやっぱりあの作るとかね、3人とかでもいいけど、あの食べる時になったらみんな呼ぼう。作るだけので1本、うん、食べるので4本。あ、どうしよう、もう全編後編、そう、超大作にしましょう。それにしましょう、うん、じゃあね、あのみんなこれからもね、あのなんか巨大な何々作ってくださいっていうリクエストがあったら、ぜひぜひコメントでリクエストしてください。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。皆さん、滞在情報コーナー、イエーイ。はい、今回はですね、情報コーナー初のゲストの方が来てくださいました。アンディです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は生でエンディング曲を歌っていただけるっていうことなんですけど、はい、私たちもこういう風に生でアーティストさんに歌ってもらうのが初めてなので、すごい楽しみです。楽しみだよね。いや、めっちゃ楽しみです。うん、しかもヨッチさ、前からさ、はい、いや、聞いてたんで、うん、いや、こんなことないっていうぐらい、ほんとめちゃくちゃ緊張した。では早速、エンディング曲のビューティフル歌っていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。いや、もういつも電車で聞いてる声がもうこの目の前で、ね、そう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 、すごいですね。本当にそのまんまだったから。いや、本当。いや、でもな、私たちもちょっと歌いたくなっちゃったんですけど、一緒に歌っていただけますか。いいですか。いいですか。でも全然そのちょっと歌い方とかわかんないですけど、はい、コツとかってありますか。コツは、はい、旅でビューティフルって出てくるところがあって、はい、そこはビューティフルじゃなくてビューティフォーって言った方がなんかいい感じ。あ、なるほど、なるほど。ちょっとね、発音よくビューティフォーって言った方が。あー、なるほど。じゃあいきます。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ビューティフォー、愛してる、そばにいる、いつまでも守りたい、その笑顔忘れさせやしないから、さっさと眩しいこの愛を讃えよう。 OK。 うわー、やばい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 。いやー、もうエンディング一回僕たち一緒に歌ったやつ。あー、確かに流してほしいです。うわ、絶対一生忘れないわこれは。本当に。あとなんかお知らせがあるみたいなんですけども、はい、あの4月6日に渋谷の www っていうところでワンマンライブをするので、ぜひ遊びに来てください。
ください。それは足元にループペダルっていう機械をこう置いてて、私が叩いた音とか弾いた音をどんどん録音する。すごい。それを使ってライブするので、ぜひ遊びに来てください。行きたいです。あ、みんな待ちください。はい、ということで今回はアンリーさんと一緒にエンディング曲のビューティフルを歌わさせていただきました。それではまたね。またね。はいはい。